もはやちょっとお姉さんということで、私ずっと関西に住んでいたので、東京にこの4月に来たばっかりなので、ちょっと東京のお姉さんと呼ばせていただいてもよろしいですか？大きくいきましたね。東京のお姉さんで。おいくつなんですか？私今22歳で、今年23歳になるんですけども。大人っぽいですね。本当ですか？え、日本人ですか？あれ日本人です。純日本人。純日本人ですか？純日本人です。何も入ってないですか？何も入ってないんですよ。そう、すごい。そうなんですよ。はい。なのでちょっと、はい。はい。東京のお姉さんである石原さとみさんをお迎えして、はい、こんなコーナーを、ちょっと、はい。やっていきたいと思います。はい、出して、東京のお姉さん、石原さとみさんに聞く、こんな時はどうするの？ゆみぱんクエスチョン！クエスチョンということで、まず最初の質問はこちらです、はい、じゃん。上司から2時間しか寝てないわと言われた時のリアクション。これよくありますね。よくあるんですよね。これちょっとどう反応していいのか迷っちゃうんですよね。体調大丈夫ですか？あ、でも顔に出てないってのはすごいですね。あー、嬉しい。なんか顔に出てないんだって出ますね。あ、そっかそっか。じゃあぜひ、カメラに向かって。え、どうしよう。私もじゃあ、はい、はい、2時間しか寝てないわ。寝てないわ。わー、お忙しいんですね。お疲れ様です。お元気で。はい、頑張ってください。応援してます。みたいな感じですかね。全然ダメですよね。この差は何でしょう。いいです、いいです。お元気です。お元気では。ちょっと誰か難しい。手紙みたいですね。そうですよね。とっても楽しみです、はい、というわけで東京のお姉さん、はい、石原さとみさんとの楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。本当にありがとうございます。本当1回目ということでありがとうございました。貴重です ね、 ね。はい、来週も私がとても尊敬するゲストが来てくださるので、ちょっと私ダンスが得意なんですが、そのゲストの方をちょっとダンスで表してみるので、はい、石原さん誰だかちょっと当ててください。はい、いきますね。はい、いきます。じゃん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 。さあ誰でしょうか。誰ですかね。どうでしょう、わかりましたか。髪の毛振り、うん、誰でしょうね。女性かな、はい、男性かな。え、来週それが分かるので皆さん来週もお楽しみにしていてください。ありがとう。